神様が、いつ、安全宣言をするかではある。状況としては陽性倍状態ではある。しかし、交換前の恐怖は絶望的な男性否定に陥り、逆にそれは相手の口実、それになったりする、脚本家の暴走はシナリオや作品の崩壊につながるからだ。平成の入り口で、その強姦魔を断罪できなかった理由ではある。社会を騙し損害、それを発生させていたその魔女は最後、強姦魔に殺されてしまいました。点で その魔女は当時の王の権威を悪と決めつけてそれを倒せと作品の中で世間を密かに煽り続けた。それはその結果だとすると、一面では因果でさえある。しかし、漫画だから、その大前提は脆弱な壁。創作者にしてみたら、当時にしろ確かにその一面はあったのだ。正義は果たしてどこか。秘訣はいつか。